久しぶりのゲッタースピン特集でございます。高いタワーはね、まあそこそこ取れます。特に上の方はバランス崩れやすいので、きちんと的を捉えればバーがちょっとしか下がらない設定でもそこそこ取れます。別のタワーにも挑戦してみましょう。どうでしょうね。よいしょ。あ、ちょっとね、軸を捉えられなかったですね。どうだ。軸捉えれば、まあこんな感じでちょこっとは落ちてくれます。はい。まあ、こんな感じで積んでいる台は、まあちょこっとずつずらすっていう方法もあったりしますね。基本的には落とし口側にテーブルが傾くので、テーブルが傾いた時にどういう動きをするかっていうのをちょっと予想しながら、このバーを狙うんだみたいなのをちょっと決めてね、押してあげるといい感じに崩れてくれます。落ちましたね。はい、そうなんです。落とし口側に必ずテーブルは傾きます。バーの方ではないんですよね。でこちら高速回転の台なんですけど、高速回転って狙うのは難しいんですけど、ラッキーゲットがあったりします。はい、こんな感じでゆっくり回転していて、かつバーのスタート位置が低いと狙いやすく大量ゲットのチャンスがあります。まあ一番いい台はバーがめっちゃ下がる台なんですけど、なかなかこのご時世そんなのはないです。はい、ピンポイントで取ることができれば、まあ、カップ麺とかだったらね、得しますんで。であとは、まあ、ピンポイントで当たったとしても1回じゃ崩れない設定とかもあったりしてですね、難しかったりもするんですけど、何回か狙っていけば取れたりもする、そんな設定もあったりします。よいしょ。ピンポイントじゃなくてもこんな感じで崩れたりもしますね。軽かったり高く積まれていると振動でこんな風に落ちてくれることもあります。まあラッキーゲットですね。よいしょ。はい、でただこれね、周りに白いネジというか突起があるので、そこに引っかかって大量ゲットが阻止されてるみたいな、そういう感がありますね。なのでこのネジ結構ね厄介だったりします。撤退。続いては花束設定って私呼んでるんですけど、花束設定すごいですねこれ。結構バーが下がる台は多いです経験上。なのでうまいこと狙えればこんな感じのスーパー大量ゲットできる可能性が結構あります。この大量ゲットね、決まると気持ちいいですよね。レンチャンで大量ゲットすることができました。これ何個取れたかな、20個以上取れたと思います。ただこの花束積み設定でピンポイントで当たってもぎゅうぎゅうに積まれてると実はね落ちないっていうトラップもありますので、ご注意いただければと思います。ぎゅうぎゅうに積まれてなければ、まあこんな感じでね、ちょこんちょこんと落ちたりとか、狙いどころが良ければさっきみたいにすごいたくさん落ちてくれたりとかもします。ただこの設定に関しては基本的にバーめっちゃ下げないと落ちてくれないんですよ、そもそも。なのでバーがめっちゃ下がる設定だったらぜひやってみてください。いいねとコメントをぜひお願いします。続いては四角錐の景品です。ステージと同じように丸く並べられていたらチャンスです。まあこの場合ね、回転速度クソ速いし、バーのスタート位置が超高いんで、狙うのは結構難易度高いです。なのでまあそういう台はできれば避けたいんですけれども、この置き方に関しては実はチャンスなんですよ。なんでかっていうと、一回まあ運よくチャンスモードでこんな感じになったんですけど、注目していただきたいのがここです。で景品の箱の形上ですね、うまいことちょっとでも飛び出るとおまけで雪崩が発生するんですよ。こんな感じに、よいしょとからの、よい一緒と、そうなんですよ、おまけなだれが発生するチャンスがあるので、こんな風な置き方で結構チャンスだったりします。ただコーンのように四角い面が下を向いてると倒れにくいのでおすすめしません。続いては最近ゲーセンにハマってしまった浩平くんのゲームなんですが、おこれ、お
止まったと思いきや時間差で落下するって珍しいですね。こんなことあるんですね。すごい、これはびっくりしました。しかも超大量ゲット。続いても浩平くんがプレイしています。ちなみに彼、夕焼けタイムという YouTube をされておりますので、よかったら見てあげてください。リンクも貼ってます。顔も出てます。イケメンです。いや、綺麗に崩れすぎだろこれ。すげえ、土台から崩れたぞ。大量ゲット。いや、完全にゲッタースピンに目覚めちゃったね彼。続いては私にゃおぴが遊びます。あー、少し傾いた。でも崩れて欲しかった。でも傾いてくれたので、傾いた側を今度つっついてあげられれば大量ゲットのチャンスです。どうでしょう。いいですね、綺麗に崩れました。大量ゲット。さあ、どんどん崩していきましょう。もうね、高いタワーはね、あ、いいですね。またこれで傾いてくれてバランスも悪くなったので、この傾いた側を狙ってあげればきっとゲットできるんです。どうでしょうかね。よいしょよいしょ、 OK、 ゲット。ゆっくりテーブルが回転していて、バーのスタート位置が低いと狙いやすいです。ここからは大沼りゾーンでございます。どれぐらい沼るかというと、もうそれはそれは恐ろしい。ピンポイントで狙ってもなかなかに手ごわい。心の声、失礼いたしました。ゲーセン沼あるある、負けが確実に分かっていても続けたくなる。かなり前なんですが、ゲッタースピン、このバーの下がる速度一定だよってお話ししたんですけど、実はね、ランダム設定っていうのもできるらしいんですよ。なのでバーのスタートする位置、それから回転するテーブルの速さ、そしてバーの降りていく速度、これも全部ランダムに設定できるらしいです。ただバーがどこまで下がるかっていうのは、一つの設定であれば必ず一定です、経験上ですが。今日も一段と心の声がひどい。なんでランダムにできるか知ったかっていうと、こういう設定にしましょうねっていう張り紙がこの筐体の左上にポンって貼ってあるのをある日見たからなんです。はい。ナイスインじゃねえわこの野郎。おバーの設定は、バーがめっちゃ下がらない限りはおすすめしません。単価も安いですしね。さてさて、すでに傾いているタワーを発見。もうこれでリーチですね。もうわかりますよ、このここです。もしここを狙えば、あ、狙えない。ここを狙えば、よいしょ、落ちましたね。ちょこんでも崩れます。これがね、カップ麺タワーのいいところなんですよ。ちょこんとでもね、崩れれば、あー、ダメ、もう一回いきましょうかね。プルダック麺、よいしょ。あ、崩れた。崩れて、さあゲットしたのは、あ、2個ですか。まあこんなこともありますよね。さあ、辛ラーメン狙っていきましょう。よいしょ、こっちは一発でゲット。何個落ちたかな。4つ。まあ4つならいいでしょう。浩平さんの家はこうなりました。最後に大量ゲットシーンハイライトでございます。やっぱりね、ゲッタースピンってワンチャン100円で大量ゲットが狙えるっていうのが醍醐味ですね。これがね、他のどのプライズゲームと違って一番いいところだと思います。だって100円でですよ、カップ麺2000円分なんて取れるゲーム他にないじゃないですか。最後までご覧くださりありがとうございました。いいねやコメントがニャオピの励みになります。ぜひお願いします。ゲッタースピン大好きなんですけど、家の最寄りないんですよ。悩みです。